足利義政は、室町時代中期から、戦国時代初期にかけての室町幕府第八大将軍。父は六大将軍、足利義則、母は日野重子。足利義勝の同母帝にあたる。署名は義成。幼くして、兄の後を継ぎ、成長後は、禁止や禁止と共に神聖に取り組むが、有力死後の圧力にこうすることはできなかった。 守護大名の対立はやがて応仁の乱を引き起こすこととなる。東山文化を築くなど文化人的側面も多く見られるようになったが、王法書として政治に関与し続けた。影響8年1月2日、第6代将軍、足利義則と即室、日の重子の愛の子として生まれた。義則にとっては、逸夫であり、弱子、足利義勝の同母弟であった。 幼名はサントラ、後に、三春と呼ばれている。着子義勝が、万所執事、伊勢貞国の屋敷で育てられたのに対して、義政は母、重子の重手である、カラスマスケ島の屋敷にて育てられた。そして、後継者の地位から外された、他の兄弟と同じく慣例に従い、出家して叱るべき、京都の寺院に入寺し、僧侶として一生を終えるはずであった。 カキ元年6月24日、父がカキの乱で赤松光介助に殺害された後、兄の吉勝が第7代将軍として継いだ。カキ3年7月12日、吉勝も創生したため、吉政は官僚の畑山も地区になどの貢献を得て、8歳でその後継者として選出された。後継者と決まった直後より、三春は将軍家の課長たる故障。 室町殿と呼ばれている。文案3年12月13日、三春は、ご花園天皇より、犠牲の名を与えられた。この時、ご花園天皇が神筆を染め、天皇による命名といった形式が取れられている、ことから、洗礼に習ったものとされる。また、聖の字が選ばれた理由としては、犠牲の字にどちらも、彼の字が含まれていることより、露日の年に生まれた、祖父、 足利義満の仏徳が重ねられたと考えられている。文案6年4月16日、犠牲は元服し、同月29日に将軍宣言を受けて、正式に第8代将軍として就任した。また、同日のうちに基地書始めを行って、宮中に散大している。足利義政政大将軍の事令左馬頭元阿村義政右小弁、藤原阿村。 勝光殿ツデ中納言金右衛門徳藤原阿ソ持木、千笹具直兼人予ため繊維代、進む軍者、文案6年4月29日左大使匠、ケアキスクネ明日商法サバトウゲンアソン犠牲ミ藤原阿ソ勝光殿へ乗り兼中納言ン兼門徳藤原阿ソ持木乗る直を建て祭るに、 九段時によろしく聖意大将軍になすべし物文分案6年4月29日、左大使将、ケヤキスクネアシタショウタ吉成は、将軍宣言から間もなく、先例より1年早い14歳で政務を取る、藩、初めの儀式を行った。藩士の後に官僚、細川勝元が一旦辞意を表明しており、これは、将軍申請が始まる、際の慣例であった。 京徳4年頃までは官僚の命令書である官僚下事状が発給されていたが、吉成もたびたび自筆状を発給しており、京徳元年には最初のご飯ご教書を発給している。また、法徳2年には、尾張を独断で、小田敏弘から小田後広氏に交代させようとし、抗議した母、重子が出奔するという事件が起きている。この頃犠牲の側近であったのは、 ウバの今三曲、育ての親とも言えるカラスマスケと、将軍側近の有馬元屋であった。この三人は、お今、ま、カラスマ、有馬と、間がついており、落書きで、三馬と呼ばれた。一方で、これに対抗する母、重子も、たびたび人事に介入を続けた。近親や、女房衆が対等するのは、新世紀の特徴であり、この時期の室町幕府を、 吉政先生体制にあったとする説も存在している。京徳2年6月13日、犠牲は解明し、吉政と名乗った。その理由としては、御花園天皇の第一王子の意味名が、成人神皇と決まったことであった。意味名を口にすることは、古来より、忌避されており、天皇候補者の名が決まった際には、進化はその字が含まれた名を解明するのが常であり、 吉政も慣例に従ったのであった。当時の守護大名では、家督相続に関する内紛が多く、犠牲はこれらの相続争いに積極的に介入した。しかし、加賀守護であった冨樫氏の内紛では完了。細川勝元の反対を受けて、犠牲の意のままに相続権を動かすことができなかった。京都区三年、畠山市のお家騒動が起こり、8月21日に、 山名総運と細川勝元が畑山持国の追い畑山正久を庇護して持国とこの畑山吉成を京都から追い落とした吉政はこの問題で吉成を指二十九日に正久をかくまった勝本の悲観を切腹させ十一月二日に総運退治を命令翌三日の総運隠居で撤回十二月六日に 総運が田島に下校した後、吉成が十三日に上落、吉政と対面して、家督相続を認められ、正久は没落した。京徳四年には、関東で京徳の乱が発生、関東関連、上杉ふ明、駿河旬を、今川の利忠、越後守護上杉某忠氏らを出陣させ、幕府軍は鎌倉を落とし、重氏は古川に逃れた。 吉政の吉成氏事は、細川氏、山梨に対抗するため、終わり守護大問題で、今三局を介して、持ち国を抱き込んだからで、総運の退治命令も、吉成復帰の一環とされ、同時に、下吉の乱で、総運に討伐された赤松氏の復興を狙ったと、される。赤松の利たは11月3日に、針馬に下校しているが、翌協力4年5月12日に、 総運に打たれている。幕府財政は、吉典の死後から、土一揆の激化で主要な収益源である土創薬を失い困窮を深めていた。しかし、交渉元年の分一戦特性改正などの税制政策により、吉政の新世紀から幕府財政は、急速に回復していった。交渉2年には、長年の懸案であった代理債権を達成し、7月には、 吉政の右この絵大将廃合式が盛大に取り行われた。さらに吉政は寺院や諸大名の館へのおなりを頻繁に行ったが、これは贈答品を受け取ることによって幕府の収入を増加させることにもつながった。吉政は毎日おなりをしても構わないと側近に語っている。一方で、交渉3年には吉成が上位と称して、たびたび軍事活動を行い、 激怒した吉政はたびたび所領を没収している。京徳2年頃から吉政は父、吉則の儀礼を復活させ、長六2年には、近日の御成敗、不幸因民をのごとくたるべしと宣言し、吉則の側近であった、木に誠しべを起用し、吉則路線の政策を推し進めていくことになる。特に武士に横領された自社本所領の幹部を求める、不治行地幹部政策は、 吉政修正の政策課題となった。3月には各喫の乱で没落した赤松氏の維新が五南町から神事を奪還し、8月30日に朝廷に安置された。吉政はこの功績で10月14日に赤松正のを北香川の守護に任命、赤松氏を復帰させた。これに先立つ8月9日に、 赤松市の丘陵張り国守護であった騒運が射面されているが、これは勝本と相談の上で行った怪獣策とされる。同年にイボ兄の正友を鎌倉久保として下校させたが、正友は鎌倉へ入れず、堀越に止まった。それが原因の一つとなりかいつねじと柴吉都氏が越前で長禄合戦を引き起こした。吉都氏は、 京徳の乱鎮圧のために関東への派兵を命じられたものの、それを拒絶して越前守護代であった常治の反乱の鎮圧を行ったため、吉政は公明を理由に芝氏の投資交代を行い、吉都市の小松大丸へ投資を交代させた。長禄合戦は常治が勝利したが、直後に常治も没し、関東派遣は見送られた。長禄三年正月に、 今三局がずその疑いで失脚し、代わって、近親の伊勢貞地下が急速に影響を強め、吉政の申請は強化されていった。また同年には、畠山正久が赦免された。年末には、長年住め慣れた、ス窓殿から新造された花の御所の上御所に移り、申請の拠点として位置づけようとした。貞地下は、吉政の将軍職就以前から、 室町殿を父と呼ばれる存在であり、幕府財政再建についても大きな功績があり、右大将杯画式では大名並みの扱いを受けている。一方で死後大名たちの反発は強まっていった。正久が死去した後は、弟の正長が勝本に擁立され、総運も復帰したため、長六四年九月に畠山家家督を吉成から正長に交代させた。義成は、 河内国竹山城に逃れて2年以上も牢城し、正長との戦闘を繰り広げた。このため戦乱を逃れた流民が大量に京都に流入した。しかし長六四年頃から飢饉や災害が相次いでおり、特に干渉2年の大飢饉は京都にも大きな被害をもたらしていた。流入した流民の多くは上、一節では2ヶ月で8万2千の合死者を出し、 鴨川の流れが死骸のために止まるほどであったとされる。同年春に、御花園の天皇が監視で、吉政に満場を攻略ため誰こへと訓戒する死を送っているが、仁ン,ンが、後部ご成敗所持ご招待なしと批判するように、当時の世上では、朝廷も含めて批判の対象となっていた。干渉2年に、芝氏の家督交代を行い、 松尾丸を拝着して、渋川義経の子、吉門を当主に据えた。この行為は、堀越久保、正友の出事である義経を、柴市当主の父という立場で、柴市の軍勢動員を図ったのだが、義経は、干渉3年に、大木谷上杉家と対立、失脚してしまった。干渉4年8月、母、茂子が没したために御社を行い、畠山義成と、 柴吉利市府は斜面された。ただし、追悼霊解除と身の安全の確保に過ぎず、当主復帰は認められなかった。吉利の斜面に動いたのは伊勢定地下であり、吉利を柴市家督に復帰させようと計画していた。この状況に焦った吉門は山名総運と縁組をし、畠山吉成との関係も深めた。干渉5年、実定の義広を減続させて、 足利義美と名乗らせ、養子として、磁将軍に決定した。干渉6年11月に、富子に男児が誕生した。大人気などでは富子が義直の将軍後継を望み、政権の実力者であった山名総運に協力を頼み、義美は官僚の細川勝元と手を結んだとされる。しかし義美は義直誕生後も、順調に、 簡易昇進を続けており、また、吉見の妻は、トミコの妹であった。吉政には、大御所として、政治の実権を握る意図があり、吉直誕生後も、吉見の立場を変えなかったのは吉直が成長するまでの中継ぎにするためともされる。しかし、吉直の父父であった、伊勢貞地から近親は、吉政の将軍継続を望んでおり、ヨシを支援する、山名宗軍。 細川勝元らとの対立は深まっていった。また12月30日に、吉都氏が上落して吉政と対面し、吉門派の焦燥はいよいよ深まっていった。文章元年7月28日には、琉球国王の来朝使者である悪太陰章子が上落した。吉政は庭先に席を設けて陰検し、悪太陰はその上で参拝した。霊物も、 沈没と呼ばれていた7月23日に、吉門に出資停止と屋敷の明け渡しを命じて、吉都市を家督に据え、8月25日に、越前、尾張、東東海三カ国の守護職を与えた。7月30日に、河野通春を援助して幕府から追悼命令を受けていた、大内正宏も赦免したが、これは、大内氏と柴氏の引き入れを図ったとされる。しかし山名総運。 細川勝本らはこれに抵抗し、吉政が発出した吉門の追悼命令にも従わなかった。また吉門は吉見に接近しており、これも、佐田地からの疑念を借り立てた。9月6日、佐田地家はついに吉見の排除に動き、無本の疑いで吉見を切腹させるよう訴えた。吉政も一旦は吉見を切腹させるよう命じたが、細川勝本、 山名宗運等によって制止され、貞地下、新しべ、吉利らは逃亡、吉政側近僧は解体に追い込まれた。しかしこれによって、急速に権力を拡大した勝本と宗運は、対立するようになり、畠山家の家徳争いに介入するようになった。文章元年12月に、畠山義成が宗運の呼び出しで上落した。文章2年正月、吉政は、 吉成指示に転じ、家徳と認めた。これに反発した正長は、吉成と合戦に及び、敗走した。吉政は、各大名に介入を禁じたが、細川勝本は従ったものの山名総運は、公然と吉成を支援し、勝本の面目は、丸つぶれとなった。勝本は、剣道従来を期して、味方を集め、5月から、ついに三名方との戦闘が始まった。 吉政は当初は停戦命令を出したが、6月に東軍の勝本に将軍旗を与え、西軍の総軍追悼を命令した。戦乱は五南朝の巫女まで参加するなど、収集がつかない全国規模なものへ発展した。8月になって、御花園上皇と御土御門天皇が戦火を避けて、花の御所に避難すると、吉政は急遽御所を改装して、仮の代理とした。 以後、文明8年に、花の御所が消失して天皇が、北皇子殿に御所を移すまで、天皇と将軍の同居という事態が続くことになる。天皇家と足利将軍家の同居という事態は、様々な波紋を生み出した。御花園の法王は、天皇在位中より吉政と蹴鞠の趣味を通じて、信仰が厚かったが、同居によって、後部関係に惹かれていた一線が崩れ去り、 義政と富子はたびたび代理に当てられていた部屋において、法王や天皇と共に宴会を開いた。応仁の乱の最中に義政は、たびたび、代員を繰り返したとされているが、実はその場に常に共にしていたのが、ごつちみかど天皇であった。なお、この間の文明2年12月に、御花園の法王が崩御しているが、その最後を見取ったのは、義政と富子であり、義政は、 戦乱中の徒歩での葬列参加に反対する、細川勝元の反対を押し切って、葬儀、法事に関するすべての行事に参列した。吉見は、東軍の総大将とされたものの、一時は伊勢国に出奔するなど立場は不安定であり、応任2年には吉政が没落していた伊勢貞ちを呼び戻したことで、反発した吉見は西軍に身を投じた。また、西軍の有力武将、 朝倉高景の寝返り工作も行い、文明3年5月21日に越前守護職を与える書状を送っている。文明5年、西軍の山名総軍、東軍の細川勝元の両名が死んだことを契機に、吉政は12月19日に将軍職をこの吉直へ譲って、正式に隠居した。しかしまだ吉直は幼少であったため実験は吉政に、あり、富子の兄、 日の勝光や伊勢定宗がこれを補佐した。また近獣を使って和平工作に取り組んでいた。大乱の前後を通じて吉政は政務を引き続き行い、官僚を除外して武行衆や女房衆を中心とした体制が構築されていった。一方で、協楽的な生活を送っていたとされており、仁村は、久保は大以後主、諸大名は犬笠家け。 天下太平のごとくなりと批判している。銀閣寺院巨後の文明8年に、花の御所が京都市街の戦火で消失、小川殿に移ったが、富子と吉直が小川殿へ移ると、吉政は富子の居所を造営した。文明9年に応人の乱は終わったが、仁村が、日本国はことごとくモテモテご下地に大勢ざるなりと、嘆いたように、幕府権力は低下した。 文明十一年には吉直が範始めを行い、政務を取ることとなったが、吉政は権限をほとんど手放さなかった。吉直はこのため気候に走るようになり、翌年、翌々年と田草を切って出家しようとする騒ぎを起こすこととなる。文明十三年に富子から逃れるように、長谷の山荘に移り、翌年から東山山荘の建築を本格化させるが、初代名からは、 石の献上はあっても、費用の取り立ては思うようにいかず、京都がある山城国の区議寮自社領からの取り立てで補うこととなった。文明14年には、東山山荘の造営をはじめ、祖父義満が建てた金閣をベースにした銀閣などを建てた。この年、7月に義政は、天下の政務を譲ることを表明した。また同年には、小学坊、足利茂氏とは牧し。 20年以上にわたった京都と関東の対立を集結させた。文明15年6月には建物がある程度完成した東山山荘に移り住み、以降は吉政は東山殿、吉直を室町殿と呼ぶこととなった。だが実際には吉直は多くの分野で吉政の承認がなければ再挙を行うことができなかった。また吉直が 畑山吉成支援に転換しようとすると、吉政はこれに猛反発して朝廷に、吉成一髪の臨時を出させている。文明16年には、赤松正則と、浦上の利宗の対立を仲介して、和解へ導き、文明17年4月には、五土三門天皇時期時期に御領所からの年貢の、滞りの相談を受けて、自腹で五千匹を養立てて、皇室の財政難を救うなど、 依然として影響力の大きさを示していたが、5月に、吉直の側近方向衆と吉正の側近部行衆が武力衝突する事件が起こるなど、吉正と吉直の対立は激化する。このため6月、吉正は停発して出家し、事実上政務から離れることを決め、翌文明18年12月には改めて政務からの引退を表明した。しかし、対外関係と、 全員関係については最後まで吉政は権限を手放そうとせず、伊勢定宗や亀、泉修正の補佐を受けて自身で再挙した。例えば、泉守護が境南宗の大官を得て支配に乗り出そうとした際、領主である宗主院の依頼を受けて、同省を宗主院の直務支配にすることを決定している。さらに、幕府権威回復のために吉直が 六角討伐を行うと、幕府軍らによる現地の寺社本所領の兵糧領書下による事実上の横領が行われ、帰って被害を受けた寺社などの荘園領主たちからは、吉政の政務への関与による救済が期待される状況となってしまった。このため、たびたび吉政は政務に介入することとなった。吉直の生前から、富子の指示により、 美ノの時なりよりの下に亡命していた吉見とその子の機材を呼び寄せ、機材を義直のなしろとする計画が進行していたが、義政はこれを全く知らなかった。遠徳元年に義直は六角討伐の陣中で死去した。しかし義政はここで再び政務を取る意思を明らかにし、実際に政務を取ることとなった。しかし8月に義政が中分に倒れ、 10月に再び倒れて病床に付した。この時、吉政はようやく、吉見と偽罪の面会を許している。遠徳2年に1月7日、銀閣の完成を待たずして、吉直の後を追うように死去した。去年55、足利吉政の墓文化面では功績を残している。庭師の前阿弥や仮の派の絵師、かの正信土佐派の土佐光信のぶ、宗 農学者の乙網、横川影ミラを召し抱え、東山の地に東山殿を築いた。この時代の文化は、金閣に代表される三代、吉光時代の華やかな北山文化に対し、銀閣に代表される詫び、錆に重きを置いた東山文化と呼ばれる。初花、つくもがみなすなど現在に残る茶器も作られた。吉則の死後中断していた、官豪貿易を、 高徳三年に復活した。以後貿易は16世紀半ばまで続き、経済交流と文化発展に寄与することとなった。財政再建策が功を奏して、吉政の治世前半は、吉光の時代と並んで、幕府財政は安定期であったとされている。しかし応人の乱以降、幕府財政は弱体化していった。東山魚物の名で知られる将軍家の宝物は、 その名のイメージと異なり、吉政の代は逆に流出期であった。その後、貿易の実験は、細川家や大内家によって握られ、将軍家は経済的にも衰退した。長井道子は、吉政の先々代、足利義則の独裁とその末路を考慮して、周囲の人々は吉政を死なぬように、生きぬようにお飾りとして育てた。義政の人格と知性は、そうした。 歪んだ、教育の結果だと評している。資料に見える吉政は、将軍としてのスケジュールには従順であり、長井はそこから源のさねともによく似た人物だと、吉政を評した。歴史学者、赤松俊秀は、無能の楽園を押すのはかわいそうだ。将軍として立派に行動しようとしたが、結果は幕府の衰退という失敗に終わってしまっただけと、評している。また、 赤松は将軍でありながら、彼ほど人に抑えられた人物はいないだろうと指摘している。性の読みは主義。犠牲から解明。ありがとうございます。